こんにちは、パパ高橋です。今日はね、佐賀の街をプラプラしてます。でも頭の中はね、結構ね、あの佐賀の市内のお車で走らせながらも、佐賀市内って本当にね、あの安全に対する道の配慮っていうのができてて、まあ自転車用の青い線が引いてあったりとか、横断歩道でも黄色と白をしましまにして目立たせたりとか、赤と白で目立たせたりしてます。なかなかね、あの参考になるなと思って見てるところでした。ちなみに、まあそういうのを考えつつですね、大溝小学校の前の大雨の、まあ子どもの送り迎えの渋滞をどう解決できるかということで、まあ私とそのあの辺に住んでいらっしゃる方と、まあチャットでね、連絡を取って協議してたんですけども、やっぱり一番いいのは、まああそこの売店のとこから皆さん入って学童に子供を降ろして、そこから体育館の横を通ってですね、道に出て、ここでですね、左に曲がってくれればですね、あるいはその商店の前の交差点の方に行かなくていいので渋滞が発生しないんですけども、まあ家がね、どうしても東の方にある人とかは右に曲がってしまう。そうすると、新しく来た車と後から来た車がここでね、重なってしまうので、これが大きい渋滞の原因になってるんではないかということで、あそこの体育館の横を抜けたところの先あたりに、大雨等で車が多いとは右に曲がったらダメですよという掲示板というか、まあ注意喚起をしてみたらどうかという案でが出てきました。これ結構いいと思うんですね。現実問題として、野口病院とか丸荘の駐車場使えたらいいんですけども、でもですね、やっぱり雨が強く降ってる時は、まあ少しでも濡れたくないので、距離があって歩くっていうのはやっぱり結構難しいというか、気持ち的に難しいと思うんです。だからこっちの方が現実的なんじゃないかという話でまとまりました。皆さんどう思いますか？